私たちの勝ちのようですわね。まあたった一人で私たちを相手にするってのがそもそもの間違いなんだけどな。さあ世界を元に戻してもらうわよ。そして教会から奪ったゲーム機を返してもらうわ。ほらお金に執着していた割に往生際はいいじゃない。とでも言うと思ったか。お姉ちゃんやられたふりして騙したの。しもべに打ち取ったり。なぜですの。たった一撃のはずなのにどうして力が入らないんですの。シェアエネルギーが削り取られたのか。半信半疑だったが、ようやくこの体験に埋め込んだこの宝石がここまでの力を秘めていたとは。宝石、この光、もしかしてあの宝石は。まさか知ってるの、ネプギア。あの光は多分ゼロ次元でマジコンドがシェアエネルギー対策として放った光と同じなんです。あの光はシェアエネルギーを打ち消す力があるんです。だからネプコたちが一撃でやられたのね。まさかあの人が持っているなんて。仕方ないわ。マジコンヌがあいつの仲間だった以上持っていてもおかしくないわ。そんなチートアイテム卑怯ですわよ。ほれさっきまでの威勢はどこに行った。見ろ守護女神どんが赤子のようだ。女神候補生たちよ、こうやって伝えるのだな。守護女神はこのアフィモージャス将軍に敗れ我が手中に落ちた。しかし何も命まで奪おうとは思っておらん。守護女神とも返してほしければ一人当たり100億万クレジットの身代金を用意しろとな。私たちを金儲けの道具にするつもり。その通り。力なきお前たち守護女神など単なる金儲けの道具に過ぎ。以前盗む価値が下がってしまったが、それでもお前たちを必要とする者にとってはそれ相応の価値はあるとわしは見ている。そんなこと言われても、100億万なんてお金すぐに用意できないです。用意できないではない、用意するのだ。私たちが金儲けの道具にされるなんて、なんて屈辱。今に始まったことではないだろう。世界が変わる前からわしはお前たちを使って儲けさせてもらっていたんだからな。まさかあのまとめサイトの管理人は。その通り。アット将軍のまとめサイトの管理人はこのアフィモージャス様よ。お前たちの話題、特にスキャンダル記事の人気は凄まじいからな。あることないことまとめさせてもらった。おかげで広告収入はうなぎ登りだ。最近はお前たちの代わりにゴールドサードが偽物になっているがな。あんたが全ての黒幕だったってわけね。世界はもはや変わった。太平の世、妄想渦巻く世界へと。お前たち女神、すでに過去の世界の遺物、女神の代わりとなるべく生まれたゴールドサードの黄金の頂を砕かれ、もはやその力は皆無。この世界が妄想の渦にとなる、争いに焼かれていく様をここから眺めるがいい。
残念だけど、そうはいかないな。何やつ。君の言葉を借りるなら、そうだね、見せ物のゴールドサードだろうか。今さらお前たちが加勢しようと、わしは止められんぞ。それとも何か、守護女神どもの身代金でも持ってきたか。その通り。100億万クレジットなんて安い安い。あの B 社が100億万クレジット安いですって。100億万クレジット払っても足りないくらい、ネプネプには恩があるからね。いい話なんだろうけど、そもそも100億万なんて単位はないんだけど。ひどい、よくも私のノワールさんを。受け取れ、守護女神たち。これシェアクリスタル。ただのシェアクリスタルじゃないよ。ゴールドクリスタルのかけらと合わせて生成した、その名もハイパーシェアクリスタル。私たちなりに君たちの力になりたくてね、イーストワールに渡して作ってもらったんだ。守護女神とゴールドサードへの信仰心、この世界全ての信仰心がそのクリスタルには宿っているんです。シェアとは祈り、そして願いだ。それを力に変えることができれば、奇跡も起こせるはずだ。もちろん値段はプライスレス。思いっきりやっちゃえ。ゴールドサードのみんな感謝するわ。変身。新しい力。すごいすごいすごいよ。力が体の奥底からみなぎってくるよ。この力、負ける気がしねえな。力の中に強い願いが感じられますわ。みんな私たちを信じ、そして女神として望んでいますわ。人々へゴールドサードの思いとともに行くわよ、みんな。ええ、
ネクストフォームの力見て学ぶといいわ。見せてあげるわ。洗練された戦い方というものを。剣のサビにしてくれよ。弱い。その程度かな、うん、あなたに決めましたわ。私で終わりにしてやるぜ。私たちに言葉はいりませんわ。はあ、叩き切ってやる。ネプテューヌ、最後は任せたぜ。これが超次元の次世代の女神の力よ。この一投、ゲーム業界のためにネクストフォームの力を見せてやる。呪言、
セット。勝負はついているわ。おとなしく投降すれば悪いようにはしないわ。それにこれ以上はあなたの大切な人も望んでいないはずよ。まだだ、まだわしは戦える。わしの波動は誰にも止められぬ。どうして、どうして分かってくれないの。多分原因はあのドス黒いオーラね。ああ、あのオーラはアンチクリスタルと同じで、憎しみや恨みとかのネガティブな力を感じる。多分、あのオーラに飲み込まれてんだろうな。助ける方法はないの？助ける方法はある。魂の解放だ。それしか方法がないのであれば、将軍に仕える忍びである拙者がその役目を果たすでござる。ステマックス、あんた、なんでここに。ステマックスよ、主であるこのわしに刃を向けるというのか。本来忍びが主に刃を向けるなどもってのほかでござる。だが今は将軍に仕える忍びとしてではなく、一人の友人として将軍を救済するでござる。何を隠していたと思えばこのことだったとは。あなたという人は不器用な方でござるな。けど将軍一人では行かせないでござる。拙者も一緒でござる。盛り上がっているところ悪いけど、残念だけどそれは認められないわ。それが敵だもん。守護女神として私たちは救う。そして共にハッピーエンドを迎える。願いなさい、ステマックス。アフィモージャスを救いたいと。妄想の渦を断ち切ると。ユヌさん、一体何を。エスーシャは言ったら、視野を力に変えることもできる。奇跡も起こせる。ついえよ妄想。しかし将軍、安心してちょうだい。将軍が言っていた妄想の力だけを切った。感謝するでござる、ネプテューヌ。よかった。狩猟を倒した以上、秘密結社は崩壊。作戦成功に。やったです！ネプネプたちの大勝利です！捕まった時はどうなるかと思ったけど、終わり良ければ全て良しね。帰りましょう、みんな。イースが待っているわ。